もう一つのパスタも好きだったんですけど。ということで今回ですね、私の大得意な、パスタをやっていきたいと思います。なんとですね、真夜中のパスタっていうですね、これですね、知ってる人は知ってると思うんですけど、これね、あのイルキャンティのパスタなんですよね。で、僕ですね、あんま言ってなかったんですけど、イルキャンティってやってたことがあって、だからレシピ知ってるんですけども、元々のままでやるとですね、結構材料揃えるのがめんどくさかったりするんで、僕がちょっと改良したバージョンです。はい、でもですね、味付け的にはかなり似てますね。まあ、真夜中のパスタっていうのを知らない方もいっぱいいると思うんですけども、海鮮ペスカトーレのスープパスタバージョンなんですね。ちょっとね、辛さもあったりするんですけど、これがね、まあ、非常に美味しいんで、今から作り方をやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料を説明していきたいと思います。まずね、こっちからパスタ、もうちょっと太いパスタでもいいんですけど、今回は 1.4 ミリのパスタを使っていきます。お店だと中太麺なんで 1.6、7ミリのものを使ってました。はい、あとは玉ねぎですね、1/4個、 50g ぐらいですね。あとベーコン、あとマッシュルーム、あ、これね、別のキノコでもいいです。しめじでもいいですし、舞茸でもいいですし、 30g のキノコを入れていただくと非常に具材感が増すんでね、入れていただいた方がいいかなっていうふうに思います。別のキノコでも大丈夫です。はい、あとニンニクが2かけ、これはすりおろしで入れます。こちらがシーフードミックスになりますね。本来は、まあ、冷凍のものを茹でたシーフードミックスをお店で作っててやったりもするんですけども、要はね、出汁が出ればいいんで、シーフードミックスを使っていきます。で、あとトマト缶ね、これ半缶分使います。はい、お店だとトマトソースを使ってるんですけども、今回はトマトソースから一緒に作っていくバージョンですね、やっていきたいと思います。で、今回はですね、真夜中のパスタということで、まあ、これはね、真夜中にもう食べたくなるような非常にパンチの強いですね、パスタなんですけども、これですね、真夜中のパスタを作る上で何が一番必要かっていうとですね、やっぱりね、真っ昼間の酒ですね。真夜中のパスタを食べるために真っ昼間の酒をですね、ちょっと飲みながら、真夜中のパスタを作るっていう、ちょっとよくわかんないですけども、真夜中のパスタぐらい背徳感のある飲み物を飲みながらやっていきたいと思います。それが真っ昼間の酒です。はい、やれんのかアルチューマシンショービュー。ということで、いただきたいと思います。キャンパイ。炭火系明るい。ということで、やっていきたいと思います。まずですね、シーフードミックス、これね、解凍したいんですね。なんで、ここね、まずシーフードミックスの美味しい解凍の仕方、水、200cc、お塩ね、マナブをここに小さじ1杯塩水を作っていきます。塩水で解凍した方が非常にね、縮まないんですね、シーフードがね。冷凍のまま入れても、まあ悪くはないんですが、こうやってね、戻した方がね、シーフードプリッといきますんで、意外とね、こういう小技が大事だったりします。はい、これはね、材料切ってる間にこの、塩水に入れておくと、プリッと解凍されますんで、このまま置いといてください。具材を切っていきたいと思います。ちなみにこの真夜中のパスタっていうのは、イルキャンティの、メニューの中で一番人気でした。サラダもね、人気だったんですけどね、ドレッシングね、一応グランドメニューは全部作れました。はい、まあそんなもう胸張って言うことではないんだけどね。イルキャンティっていうのはね、非常に合理的なシステムを組まれてたレストランなんで、皆さんもね、都内の方は結構行ったことある方いらっしゃると思うんですけども、非常に日本人好みされてる、イタリアンだそうなんで、行ってみると、このデュージョンバズレシピを見てる方々は結構好きな味、僕社員で入ったんですけど、イタリアンかぶれだったんで、ね、そこでね、イルキャンティと調味料をがっつり使うところなんで、当時はびっくりしました。ベーコンはまあスライスでね、もうちょい細くしてもいいかな。魚介もベーコンも入れるんですけども、まあ味出しですね、これね。ベーコンが入るとね、スープに深みをが持ちますので、ベーコンは入れた方がいいかなっていうふうに思いますね。はい、ちょっとうろ覚えで作ってますけども、ベーコン入ってたと思います。僕はどっちかというと、もう一つの2番人気のギリシャのパスタっていうのが非常に好きだったんですけども、それもいつかやります。僕はそこに入るまでは味の素とか一切使わない人間だったんですよ。キャンティーはめっちゃ使います。めちゃくちゃうまく使ってるんで、あそこはね、めっちゃ人入ってた。そこに入って結構変わりましたね、僕ね。スライスね、マッシュルームはね、スライスで、はい、これ具材として入れますんで、ちょっとこうスライスして入れてください。イタリアンなんですけども、結構老舗のイタリアンで、まあまあフランチャイズ展開もしてるんですけども、日本人の味覚を分かったイタリアンなんで、めっちゃ邪道です。結構ね、僕の料理のルーツそこにあるかもしれないですね。
ニンニクはね後ですりおろすんですけど、本家だとニンニクねものすごい根幹性にしたものをオリーブオイル油漬けにしてるのを使って得たんですけども、まあ、今回はそんな時間もないと思うので、すりおろしにします。オリーブオイルにねみじん切りにしたニンニクを入れておくとすっごい強烈な匂いするんですよ。あれがね非常に人気だったんですけども、今回はそれがちょっとできないので漬けたもの以外だと、すりおろしが一番かなり匂いがそれに近いので、これね具材切ったんですけど以上になりますので、早速煮込みたいと思います。はい、それでは作っていきたいと思います。まずフライパンに火、かけます。フライパンはねちっちゃいのでいいですよ。1人分なんで、2人分の場合は倍量で作ってくださいね。これねオリーブオイル大さじ1杯入れます。ここではねまだねニンニク入れないんですね。後でね香りすっごい出したいんで、まずベーコン入れます。ベーコンちょっとパリッと炒めて、本来はねこっからトマトソースとか入れたりするんですけど、今回はトマトソース一緒に作るやり方ですね。はい、トマトソースを家に常備してる方ってあんまいないと思うんで、ホールトマトから作るやり方を紹介します。でパリッとちょっと油が出てきたらもうね玉ねぎもね入れちゃっていいです。そんなにねベーコンパリッパリに炒める、レシピではないので、いやー思い出すなこれ。味の素の使い方はねそこで覚えたようなもんですね。マジで何にでも入れてた。使い方が結構ね神がかってたんですよね。皆さんもねお近くにあったら食べに行ったらいいです。その技法を応用したレシピとかも結構あります。でここに玉ねぎがしなっとしてきたらホールトマトね、これを大体ね半分で、ここでホールトマト潰していくんですけども、潰してちょっとね煮詰めるんですね。トマトソースってじゃあどうやって作るのって言ったら、玉ねぎとねニンニク炒めてからちょっと煮詰めていくっていう作り方をするんですけど、大体のトマトソースっていうのはなんですけども、この炒めがね大事です。ホールトマトって水煮なんですけども、玉ねぎと一緒に煮込むことによって味わいが深くなりますので酸味も飛びます。はい、なのでここでちょっと炒めます。真面目になってしまった。マッシュルームもここで入れていきます。で一緒に炒める感じですね。だからね結構ね具だくさんな感じになるんですよね。本家はねもうちょい具少なかったような気はしますけども、家で使うのとたっぷり入れた方がいいと思いますね。はい、こんな感じでね煮詰めていきます。でここにお水ね、トマトが煮えたらお水です。 240cc 入れます。でここにですね味付けしていきます。まずねコンソメです。本家もコンソメ使ってます。でパプリカパウダー、パプリカパウダーねこういうやつね、こういうやつこれ何なのって、彩り以外に使うのっていう風に、言われる方いらっしゃるんですけども、小さじ1杯ね、入れていきます。これねなんで入れるかっていうと、パプリカパウダーってね言うなれば辛くない唐辛子粉なんですよ。なんでこれを入れることによって辛くないね香辛料の香りととろみがつくんですよね。なければ入れなくても大丈夫なんですけど、あるとグッと本家に近づきます。そして一味唐辛子、結構ねこれ辛いパスタなんで一味唐辛子でね辛みをつけてます。はい、これがね小さじ半分ですね。人によって辛さの度合いが違うんで調整してみてください。でこんなん入れます。でここで乾燥バジル、今言ったのは全部スーパーで揃えますんでね、買ってくださいね。これねバジル小さじ半分、本当はスペシャルバジルっていうのを使ってたんですけども、まあまあもうあんまり売ってないと思うんで普通にバジルです。はい、これでグッとお店感が出ますね。で塩と黒胡椒パラリとね、パラリ塩でここにシーフードミックスちょっとギュッと絞って、でここに入れていきます。で入れたらスープね完成なんですよ。かなり近しいですこれ。でスープ完成なんで、今度はパスタを別鍋で茹でていきます。これはこのまま置いといて大丈夫です。パスタを茹でていきます。パスタを茹でる時の塩分っていうのは大体 1% ちょっと濃いめの粒ぐらいの塩分で茹でます。その方がねパスタに塩味がついて美味しくなります。でここにパスタを入れていきます。本当は本家だとねもうすでに茹でてあるスパゲッティを使ったりするんですけど、繁忙期はねパスタ茹でてる時間ないので、最初にねそれが下っ端の役目なんですよね。最初に茹でて冷蔵庫で保管しておくんですよ、油絡めて。そうすると温めるだけで結構美味しいパスタができるっていう 裏技があったんですけど、これは店の技術ですね。だからそこで学んだことはね、食材の保存方法とか結構学びましたね。いい経験だった本当に。ただきつかっただから僕は飲食店で働いてる方めっちゃ尊敬します。僕はねホテルマンとかも老人ホームとかもやりましたけど、コックが一番きつかった。だってみんなが食べに来る時間はね、仕事終わった時間だからね、よく言われたんですよね。みんなが働いてない時間に俺らが働くのがそれが料理人だっていう風に教わりましたね。僕はちょっと無理でした、すいませんこれですね5分茹でのもんなんですけども、4分ぐらい茹でます。ちょっとね固めに茹でる、固めに茹でてさっきのスープと一緒に合わせて少し煮込んで完成なんですね。であとまあ1分ぐらい茹でたと思うんで、あと3分間ね、茹でていきます。はい、じゃあねもう4分ぐらい経ちましたんで、ちょっとスープ用意してください。でここにもうザル使うのも面倒なので、このままもう麺溶かしちゃいます。はい、
して少し茹でて、そうするとね、あの味が馴染みますから、軽く煮込む。でここに最後にニンニクなんですよ。真夜中のパスタっていうのはこのニンニクがポイントです。このガーリックの香り非常にいいです。それがでガーリックそのまま入れて煮込まないと、あのちょっとねニンニク強すぎちゃうんで、ちょっと煮込みます。ほんと1分ぐらい煮込みます、このスープと合わせて。そしたらもうお器に持っていきます。はい、じゃあ入れていきますよ。まずね麺だけ入れちゃうといいです。懐かしい香りだこれは。もう一つのパスタも好きだったんですけど、結構ね本家より具材はたっぷりな感じ。あーでもいいね。で仕上げにオリーブオイルねかけてください。結構ね、たっぷりめにかけた方がいいね。大さじ1ぐらいで、最後のパセリ。こちらでマヨのスパゲッティ完成です。それではできました。いただきます。いただきます。ちょっとワイン飲んでいい？ジェイコブズクリック結構白あります。いただきたいと思います。懐かしいな。僕の結構ルーツでもありますね。あんまりそこで働いてたって言ってないかったんですね。うん、このパンチのある香りですよ。じゃあいただきます。マジでまんまだ。ワインと合うな。やべ、ちょっとしんみりしてきた。めちゃくちゃうまい。やっぱねこのガーリックトマトスープがすっごいいいですね。ハーブの使い方もこれはね考えてる人天才だと思う。これそりゃ流行るわ。ちょっと待って、あのみんなに食べてもらいたいわ。ちょっと俺のルーツだから。ちょみんな来て。ガレス乾杯。マジ思い出のパスタだから食べて。ちなみにこれ食べたことある人いないよね。行ったことない。イルキャンティーないよね。あ、ないないないよね。じゃあ結構びっくりすると思うよ。いただきます。うめえ。あ、うまっ。うまい。うまいだろ。うまい。うまじゃねえよ。うまっ。キャンディーね、やばいんだよ。うまいね。うまいよね。これは人気になるわってなるでしょ。一番人気。うまい。女の人好きそう、これ。そう、これはね、もう店内のランチとかは女性しかいない。でも、パンチ効いてるでしょ。パンチ効いてる。パンチ効いてるでしょ。だから、男が食っても全然。やっぱり飲食店の味だよね。そう、なんかビューティーの味じゃない気がして、美味しい。いや、まあでもルーツではある。まあ、俺はね、ここまでスパイス使わないの、ハードル落としたいから。今回は割と忠実にやった。やっぱね、パプリカとかバジルとか、あの一味をあの分量に入れないとこのスープの深みが出ない。まあまあまあ、俺がドヤ顔するあれではないんだけど、俺習ったパスタだから、ルーツがこういうところにあるっていうのをあんま言ってなかったのよ、俺ね。だから飲食経験が一応あったとは言ってたけど、まあそうね、イルキャンティ本部になんか言われるかもしれないけど、そこでは一応グランドメニューは全部作れるから、もう毎日食ってたから、まだ覚えてるね。もうほぼこれだね。たまにはこういうレシピもいいでしょ。再現というか、やったほうがいい。ちなみに至高のドレッシングはほぼそこのイルキャンティのドレッシング。2番人気のギリシャのパスタもできるんだけど、それもめちゃくちゃうまい。これはでも1番人気。みんなもう常に真夜中のパスタ作ってる。たまにはこういうパスタ。もう多分初めて言ったと思う。なんかちょっと吹っ切れて働かせてもらってたから、そういうのもちょっとやったらいいかなみたいな。ということで皆さんちょっと本気だったんで、前のパスタぜひ召し上がってください。ワインとパスタまたもマンチってきた。あ、でも女性客ばっかりだった。そうだ、そうっすよ。貴婦人として。